ったん、ねえ、なんか顔隠すやついるけどさ、もう顔隠してるでしょ、めっちゃ顔なんかもうドアップでなんかもう晒したろうかっていう風に思うわよね皆さん。あら、連絡返してないっすか、見て見て、そりゃあんたね、ほんとね、行くわよ、えそうよ、あー入れた入れた、何がえあ、ごめんなさい、大きい声出したね、ごめんなさい、ごめんね、欲求不満ね、そう人が入ってびっくりしちゃった、そうそう、あいた、やだドスンコって言った、ドスンコ、どのドア開くかな、どれが開くかな、どのドアが開いたわ、そう開いたわね、どうこの格好、どうどう、どこここ、あーワンダフォー、あ、何ここ、あ、全部開かないこれね、ここは何一体、あれここ何、これ何、ここどこ、ここどこね、どこ、あ、やだ、ちょっと、あ、やった、ドアが閉まっちゃったわ、あ、ドア開いたわ、よいしょ、あったあったあった、よいしょ、あ、乗ります、したよ、うわ、アップ、じゃあね、あ、かっこいい今ね、え、かっこよかった、なんか今ね、残念だわ、え、あ、三次閉店なの、じゃあいいんじゃないかなくて、あー残念だわ、行きたかったのに、ほんとねえ残念だわ、ほんと行きたかったのに、あーあーいや、ちょっと待って、靴が、靴がね、ちょっと靴が、ちょっと待って、よいしょよいしょよいしょ、もうやだ、もうやってないのお店、やっぱり
3時閉店だって。せっかくね、お金をたくさんこれから使おうと思ったのに残念だわ。ねえみんな、ほんとひどん様がね、今からお金を使おうと思ったのにねえ。そうよし、こっち行こう。手強いね、六本木の女性は。皆さん、うん、こっちなんかお店あるかな。はーい、何、hey! ダメよ、yeah! My name is Natalie Summers。 酔っ払いすぎよ、この人。酔っ払いすぎよ。 NATALIESOANEN。 Thank you。 Bye。 Wow。 Bye。 ほんと。ナタリーっていうの、あの人ね、ナタリーっていうの、あの人ね、うわね、おまんこにチューされたわよ。おまんこに。そう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 。酒臭いって。なんかすごく。大衆臭かったわよ。大衆。本当。なんか尿臭っぽい匂いしたわよ、あの人。生理かな、生理。ねえ、違う、なんか、なんかよく言うじゃない、なんかそういう風な匂いする人って、なんか違う、なんかそう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 、いやーもうちょっとご飯食べましょう、皆さん。もうちょっと疲れてきちゃったわ、ひどんは。ひどん疲れちゃった、皆さん。疲れたわよ、皆さん。私、お酒飲んでな、シラフなんだから、皆さん。私は、そうよ、もうお腹空いて、お腹空いて。よし、そう、もう3時だっちゃう、皆さん。もうこんな長い時間までなっちゃったでしょ。見て、このクムって何これ、20万円だってよ。45万円だって、皆さん。高いわね。そうそうそう、誰がこんなん買うのよね、こんな切れ端みたいなやつ。ほんとこんなん、ちょっとしかちょっとしかねえ。足立区に戻る途中にバカね、ほんと。それでは意味がないのね、わかる。ここに来た意味がないのよ。そう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 ね、そうでしょ、あ、ペルシャ絨毯あれ今の、ね、そうそうそう、松屋でもいいけどね。松屋もありかな。もう何でもいいよ、もう食べられたね。あ、でもこれ、あ、鮭のやつ美味しそう、それね、え、美味しそうね、それね、ほんと美味しそう。鮭のやつも美味しそうね、ほんと。松屋もいいわね、鮭のやつ美味しそう、ほんとあれ。そうね、でもやっぱ、でも鮭もいいけどね、ほんと。そうよ、そう、鮭が売ってるの美味しそうね、鮭のやつね、ほんと。あ、地図ありがとうございます。うっそ、でもいや、でもいいわよ、いいいい。でもなんかせっかく来たしね、それはダメよ、ダメダメ。そう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 、ダメ、やっぱりね、
いつもと同じになっちゃう。ね。そうそう。ね。やけくそよ、もうほんと、やけくそ、どこに行ってお尻に入れてねえ、ほんとどっかお店ないの、ほんと、もうお腹すいた、もうお腹すいた、もうほんと、もう早く、もう喉乾いた、もう、なんか電気ついてる、向こう電気、電気ついてる向こう、あっちの方、あそこの方ね、まだ 47% あるよ、47% ある、向こうなんか電気ついてる、向こうの裏道入ろうか、裏道ね、よし、裏道入っていこうね、よし、このほら、ここの道よ、皆さんの無料ください、無料、今イベント中なの、今私無料ちょうだい、お願い、ちょっとね、無料アイテムちょうだい、有料もちょうだい、あらステーキだって、美味しそう、私でもここ前にね来た気がすんのよね、ステーキ美味しそう、ステーキだって美味しそうね、ここね、朝の9時までやってんのこれ、すごい、前になんか来たことあるね、これね、ステーキでも美味しそう、これ見て、ほんとね、ステーキかー、ステーキもいいけどね、ほんとでも結構なんか人混んでん、どうする、行くん、ステーキね、えステーキ食べる、私ね、お蕎麦食べたいんだよね、正直言って、お蕎麦、蕎麦食べたいのよ、蕎麦、お蕎麦ね、あ、アポちゃんありがとう、お蕎麦な気分なのよ、お蕎麦な気分、そうそう、お蕎麦よ、肉もいいんだけど蕎麦も食べたいかなみたいな、ちょっと体にちょっと今ね気を使ってるのよ、私実は、ねえ、ちょ待って、あなた待って、待って待って、どこ行ったの、おいでおいで、いらっしゃい、こっち、おいでおいで、緑あんこ、おいで緑あんこ、こっちよ、いらっしゃい、こっち、うん、緑あんこちょっと、もう消えたの、消えた、緑あんこ、今ね私の方ずっと見てたのよ、なんか私に興味あんのかなと思った、そう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 、ねえ違うのね、ほんと、ね、ご飯食べましょう、お腹すいたわ、もう何でもいいわ、もう皆さん、さっきね六本木でね、私ほら叙々苑からこう出たでしょ、そしたらなんかサラリーマン2人が若い子にね、ねえ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 、一緒にお酒飲もうよって言って、シャンパン飲まないって言ったらさ、 女の子はシャンパンだって笑うわっていう風にさ言ってたわよ、ほんと皆さん、六本木の女ってなんかちょっと お高いのね、本当マナーシャンパンってっていう風にさ言われたわよ、本当そうね、じゃあ何ならいいんだろうね、普通に、お高いわね、本当マナー、それではなびかないのよ、そう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 ね、なびかないのよ皆さんね、ここどう、
ねえ、どっかお蕎麦屋さんないの皆さん。ちょっとお蕎麦食べたいわね。お蕎麦お蕎麦やってないの本当ねえ。うん、カラオケ館の2階あらやる、あるの。あら、どっち、こっち、よいしょ、2階にあるってんよ、皆さん。あ、なんかありそうね。よいしょ、よいしょ。あー、よかった、皆さん、これじゃない、お蕎麦って。よいしょ、よいしょ、ね、よかった、よいしょ。さあ行きましょう皆さん。うん、なんなのよ一体もう。何よ、ほんと何よあなた、上がってきたわよ、ほんとまた下から上に。返して、もうこの降りて上がるこの動作を、ほんと違う、ヒールだからちょっと歩きづらいんだから、私皆さん、そうよ、あ、警察だわ、危ないわね、映しちゃいけないわ。よし、そうそう、下にも書いといて、ほんと、ちょっとねえねえ、ちょっとねえ、もうほんとお腹空いちゃったね、お腹すきすぎちゃってどうしよう。今なんかお腹すきすぎちゃって、もう気持ち悪い今、皆さんどうしよう、ほんとマジで今抜いてるかな、なんか気持ち悪い、もうなんか とにかくな、入れたい お腹に。うん、そう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 、どうしよう、もう、あー、出るわ車に、ほんと、うどん、もう何でもいいよ、もうもう何でもいいよ、もうちょっと、松屋の何、エッグ何、シャリア、シャリアピンパン、シャリアピンハンバーグ食べています、いらないもん、そんなのねえ、松屋はいいの、松屋は。よし、ちょっとこっち行こうか、こっち富士そばね、せっかく来てこれなんだかね、皆さん全然嬉しくないわ、そんなの、ねえ、せっかく来てそれかよって感じよ、私の方見てなんか怖いとか言うけどさ、免疫がねえんだよ、ほんと六本木くんじゃねえよ、ほんとそんなんでね、私のことを見て怖いだなんて言うなんてよ、そうだな、今くんじゃねえよ、ほんと今な、豚よ、豚男よ、ほんと、本当よ、豚でなんか本当、貧困層の人よ、貧困ねえ、ここはね都会なの、本当ねえ、わかる、そんな人の外見とか判断して決めつけるなんてね、本当田舎者がすることなのよ。はい、Are you doing something? Yeah. Gorgeous lady. Thank you.ありがとう、あなたもね、マハラジャ行こう、行かない、そうそう、うん、そうそうそう、ねえ、待ってねえねえねえ、なんかさないのお店、ほんとここら辺で、あ、でもなんかありそうよお店、ここら辺とかねえ、結構ここ明るくなってきたよお店、
ねえ、このなんか明るそうなお店、これ何？あ、そうそう、YouTube か、今なんか撮ってんのっていう風な感じね、向こうね。うん、ねえ。So what are you doing? みたいな。ねえ、YouTube かなんか撮ってんのみたいな。いう感じよね。そうだよ、みたいな。ねえ。言ったんだけど、ここ何？いや、明らかにあれ日本人だろ。ねえ、日本人であれは。あれ外人に憧れて、わかるの？ちょっと英語学んで、英語で喋ってるみたいな感じよ。私もああいう時期あったもん、昔。日本人のくせになんか英語喋ったりとかしてさ、ほんと。私もああいう時期あったのよ、皆さん、ほんと。いや、それがまた、いや、六本木はそういうのはあんのよ。あ、こういう、あ、こういうオープンな、いや、オープンな、あれだね、居酒屋さんだね。なんだ、やだ、オープンなお店なんか。個室がいいわ、個室で。ねえ、個室かなんかで、やりたいわ。そうそう、5時までやってんの、ここ。うん、あの女の人？あ、でもかっこいいね、英語喋ってね、さっきの人ね。うん、いや、グローバルな感じでいいじゃないのよ。ほんと。うん、そうちょっと皆さんもう帰ろうか、もう帰ろう、もうだってお店やってないもんだって、もう、うわ、もう帰る、もういいんじゃない、皆さん、もう帰っていいでしょ、もう多分寝たでしょ、みんな、もう、ねえ、ねえ、もう、そうでしょ、まだ起きてんの、皆さん、ほんと、ねえ、まだ起きてんの、もう疲れちゃった、ひろきは、ひどんはもう疲れちゃったわ、ひどんわ。よし。はい。See you, thank you. See you, bye. 金よこせ、黙って、ほんと。ねえ。ほんとよ。私に愛想を振りまいてほしかったら金よこせや。ほんと。ねえ。私安くないんだよ、ほんと。私はね、そんなね、安っぽい女じゃないのよ。ほんと。ね、黙っていいから金を起こせよ、みたいな。よいしょ。ほんと。ねえ。偉そうに私に気安く喋ってくるんじゃないよ。ほんと。ね。そうよ。Give me your money よ。そうですね。Give me your money よ。ねえ。私はね、お金が欲しいのよ。ほんとよ。わかった？うん、お腹空いてたから、もうほんと腹減ったわ、マジで。もうなんかねえの？狭そう、ここね、結構。ここのお肉屋さん、美味しいです。美味しそう。でもなんか狭いわね。狭いけど、美味しいの？まあ。スタッフもかっこいい。あら、スタッフもかっこいいの？そうです。まあ、アトロフィーありがとう。店長かっこいい。本当。はい、あら。ベトナムバーです。どうですか？どうですか？ベトナムバーよ。どう？おかまもついてくるわよ。どう？そうよ。ベトナムバーよ。うん、ねえ。どうしましょう。でも撮影できるかっていうところが問題よね。あら、これ赤いの。どうも、すいません、いけます？一人。あのですね、今ね、動画撮影してるんですけど、大丈夫ですかね、周りの方を映したりしないんで、まあご飯食べるだけなんですけど、大丈夫ですか？あ、
こっちの方がいいですかね、撮影するんだったら。壁が後ろの方、うん、後ろ映っちゃうから皆様がね、僕の方が特に映ってます。あ、そう、じゃあ全然映そうかしら。あっちとか奥の方とかこっちか、どっちがいいかな。あ、でもあ、そう、あね、お客さんがね、はい、今ライブとかやられてる。あ、そう、ライブ中でね、今、はい、どっかお店ないかなと思って探したんですよね、はい、よかった。はい、お茶が何かもらえますか。ウーロン茶か何か。ウーロン茶、ええ、はーい、うち焼肉が好きです。大丈夫、そう、大丈夫ですよ、はい、肉食べますよ、はい、ええ、よいしょ。逆に写真撮っても大丈夫ですか。いいですよ。撮った、はい、あげてくれるの。あ、もちろん、いいですか。え、ここに行くん。あ、ここに行くん。無料なの。無料。お肉のメニューはどこにあるんですか。お肉のメニューはこのね、この中に、あ、裏に、裏に貼ってるやつ。お肉だ、お肉すぐ何する、皆さんね、何が美味しいのかしらね、うん、何する。あら、上タン塩美味しそうね。ねえ、上タン塩行こうかしら。上タン、はい、あと豚あります。あ、黒タン美味しそうね。黒タン、はい、ねえ、豚はないんですよ。え、あ、牛オンリーなんですか。あら、そうなんだ。あ、じゃあカルビーください。はい、そしたらタンとカルビー。そうですね、まずお願いします。あとご飯もお願いします。はい、お願いします。そう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 、 YouTube は何の名前でやられるの。あ、私、あげましょうか。召し上げますよ。あ、お野菜とかあるんですか。あ、焼き野菜しかないですね。あ、サラダはあって。あ、じゃあサラダはないのね。はい、あ、じゃあ大丈夫です。はい。あと、パンチかキムチかってあるんです。あ、キムチあります？あ、じゃあキムチもらおうかしら。お願いします。火の方はつけてもいいですか。大丈夫です。お願いします。つけてください。はい。私の心も。はい。ねえ。頑張れよ。こちらの方よろしいですか。あ、こっちでいいですよ。はい、右で。右です。はい。乾杯。はい。今、リスナーさんは何人ぐらい見られてる。今ね、5000人ぐらいよ。5000人見てるよ、今ね。え、今日少ないね、みんなね。もっと多いのよ。もっとね、普段見てるのよ。え、宣伝してて、はい、六本木のもっと、もっと多いよね、普段ね、ね。あ、名刺ないわ。あ、じゃあステッカーあげますね。あ、俺の普段の私ね。普段の、え、そういうことですか。あ、そういう、あの、プーさんになったりとかね。あ、こうステッカーあげますね、これね、よかったね。ステッカーあげるわ。これはお姉さん、三人ともお姉さん。そう、私なの。可愛いでしょ。影分身って言うよ。え、影分身。そうそう、3人いてね、いいでしょ。うん、ありがとうございます。あ、どうぞ。見て、おいしそうね。おいしそうね、ほんとね。キムチもおいしそう、いただきます。ね、どうぞ。うん、美味しい、美味しい、美味しいわ。あ、ジェイちゃんありがとう、美味しい。今 YouTube ライブですか。あ、これね、TikTok、ふわっちってやつなのよ。ふわっち知ってる。おーよ、存じ上げないですね。ふわっちってあるんだよ、あの、リスナーライブみたいな。あ、そう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 、へー、ツイキャスみたいなやつ。はいはいはい、ジェイちゃんありがとう。そう、そんなやつ。うん、あ、キムチ美味しいよね。
キムチ美味しい、うん、ね、美味しい美味しい美味しいわね。このタンがすごいわ、タンがね、タンが今ね、タンね、これね、ね、うん、フォロワーさんは何ぐらいですか？これはね、5万人、まだまだ全然よ、これからですね。そうなのね。でもふわっちって結構有名よ。楽しんごくんとかも来るよ。あ、そうか、しんごくんとか。楽しんごくん知ってる？はい、ドスコイさんですね。え、でドラスコ、ドラスコよ。そう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 ね。わあ、結構すぐ焼けていいわね。はい、あ、はーいね。あ、取れない、どうしよう、よし、よし、取れない、よし、うん、私いっぺんにこうね、ジャーって焼くのよ、結構私ね、ジャーって焼くタイプなの。どうしたの？圧が強かった？圧？あ、ごめんなさい。圧？心臓。心臓が良かった？うんと、ごめんなさいね、ちょっとね、ちょっと、何？ライバーさんがで、うん、あれですか？日本で。そうです。ずっともう7年ぐらい。7年？あ、6年ぐらいかしら。よ。そうそう。あ、これタレどこにあるの？あ。タレこれね。あ、これタレね。これがタレなんじゃない？違う。あ、これ違うの？あ、塩なの？はいはいはい。キャベツ？はい。で、タンはレモンで。レモン？心臓。あ、私あのこれ、うん。タレ大丈夫？タレでいくわ。そうそうそう。美味しそうね。ちょっとお店の宣伝もお願いします。あ、本当？ここのお店の宣伝？朝8時までやってる。ん？朝8時まで。あ、そう。夜は何時から？夜は夕方6時ですね。6時から朝の8時まで。はい、うわ、長いわね。朝来るの？朝たくさんいらっしゃいますね。そうなの？やってるところないんで。うん、美味しいわ、うん、ね、うん、何見て、ちゃんと声届いてる、声届いてるわよ、うん、届いてるすごい。なんかあの見てくるけど、なんかあれですか、チューとかなんかしてほしいの？いえ、なんかどういう撮影をされるのかなって、もう初めて見るんですよ、あの生で放送を、はい、こんな感じです。ユーチューバーさん来ないのね、ここら辺ね。あー、ユーチューバーさんいらっしゃるんですけど。あ、来るの？ライバーみたいな人は。ライバー、あの、だからリアルタイムでライブとかはされないですね。あ、そうなんですか。あら、うん、ね、気さくな感じでね、いいわね、うん、あら、北海道で何？会社を経営してますだって。やだ、何この人ね、うん、何この人、うん、ね、今なんかコメントくれた匿名の、ね、方でね、誰だ、店長が、あー無理よ、そうね、え、ね、ただ物珍しいから、はい、あ、うん、はい、うん、うん、もう一枚写真撮っても大丈夫ですか？いいですよ、ご飯もらってもいいですか？ご飯、はい、ご飯、すみません、おいしい、写真撮ります？はい、いいですか？
すごい。チーズ。写真結構撮られちゃう。あ、すみません、ねえ、追加の写真撮られちゃったわ。ねえ、500円引きしてねえ、そうよ、ねえ、うん、何ですか、5万人フォロワーさん、すごいですね。あ、そう、でもそんな多くないと思いますよ。もっと多い人多いですからね。そうそうそう、カルビ美味しそう、見てよ、カルビ美味しそう、見てこの煙がまた美味しそうじゃないですか。ネギとほらごまが乗ってるわよ、ほら皆さん。あ、すごい煙たいわね、ごめんなさいね、ね、ここいいわね、本当。この場所、ここ最近オープンしたんですか？ちょうど1年前ぐらいですね。あ、1年前ですか、ね、ちょうど1年前だった。ロードみたいな、ね、本当、ね、皆さん、ね、いいわね、ここね、本当。あんまカルビーはあんまカルビーはあんま良くないわね、焼きすぎもね、ちょっと軽く焼いたように牛だから。そう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 ね、火力強くて私は好きだけどね、牛はいいのよ、そんなぐらいで。そう、牛は軽めでいいのよ、軽めでね。そうそう、軽めでいいのよ、こういうのが。そう、レバー私ダメなの、レバーなんか置いてないでしょ、牛しかないんだから。え、牛レバー、レバーなの。いや、レバー苦手なのよ、私、ね、レバー苦手だの、コントロールないの、豚を置いてないの。おいしい、おいしい。そう、生レバーを食べてる。米柔らかくて美味しい、ね、米の入れば美味しい、米の入れば、そうですね、今頑張ったんだね。こういうカウンターはね、うわな、うん、目の前で焼けるし、ね、一人で気軽なく食べれるでしょ、結構いいわね、うん、
しい、うん、春キャベツって美味しいわね、皆さんね。春はやっぱキャベツよ、皆さんね、わかる、うんうんうん、山倉でしょ、山倉で、はい、甘くて美味しいわ、ありました、うん、ちょっとご飯もらおうかしらますね、うん、何が美味しいですか、お肉は、やっぱり、それはパンとハラミですね、ハラミ食べていただきたいですね。あ、ハラミが美味しいんですか、はい、あ、じゃあハラミください、はい、ありがとうございます。豚も、あ、これホルモン美味しそうね、はい、あ、ペッちゃんももらっていいですか、ペッちゃん、はい、すいません、あとご飯もらっていいですか、はい、ごめんなさい、すいません、あとバルーン5、これ火をどうやって弱めるの、あ、すいません、優しいんですね、ユッケも美味しいです、あら、ほんと、生ユッケも、あら、でもなんかお兄さんの方が美味しそう、ね、うん、電話が鳴ってる、大丈夫かしら、すいません、電話こっちだ、ごめんなさいよ、本当ごめんなさいよ、本当ごめんなさいよ、すいません、どうも、いいわね、違う、豚が美味しいね、豚が、そうですね、新野菜バーッて、ほらほら、うわ美味しそうね、音が美味しそうね、え、あら、これ結構だいぶ火が強いかしら、いっぺんに焼きついたかしら、あたしもしかして、うん、大丈夫結構煙がねえ、びっくりよねえ、あー美味しそうな、うん、そう、すぐ焼けていいわね、ほんと、うん、え、これは何、ホルモンって何、これ牛ホルモンってやつ、なんかこれが、ん、何、ね、豚がないってことはそういうことね、ん、何これ、ホルモン、そういうことなの、あ、そうなんだ、これどこの部位なの、ね、あ、牛なの、じゃあもうあの軽く焼いていいの、これほんともういいのか、そんななんかあれなの、皆さん超どう、もう一回行く、もう一回行こうかな、ね、危ない、ね、もうちょい焼く、ね、私結構ね、じゃんじゃんいっちゃうよ、じゃんじゃん、
ね、こうもうパンパンに焼いちゃうタイプなんですよ。そう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 、ね、パンパンに焼いちゃう。だし、どう？美味しそうね、本当。あ、このカルビまた、このハラミまた美味しそうですね。ね、あんよあん。そう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 ね。そう、ご飯も進むわ、本当。あ、チーズありがとう。なんかハラミの方がでもなんかすぐ出せそうだよね。ハラミは別にもうこれいけんじゃない？ね、これいけそう。ホルモンでももういけるくない？これ。でもほら見て。ね、いけんじゃない？ね、これカルビいけるわもう。これもいけそうだね。ね、もうこうしてね、こうしてシュッシュッと完成。ね、完成。
お感じしますね。はい、ありがとうございます。はい、どうだった？この名前のお店、うん、私を調べたの？いや、まだ調べてない。うん、インスタ調べてない。いいわよ。インスタやってます。あ、インスタやってるけど、インスタはあんま人いないね。あ、そうだった。うん。何がインスタがいるの？ツイッター。ツイッター。X。X してる？X。よしよしよし。X は？X はまだ知らないです。本当？はい。X はする？まだ知らない。どうしよう、返しがもう死ぬことじゃん。何で検索したらいいか。言いますね、はい、HID0 HID0 NNA です。ピンクの NNA。 そうそうそう、私を調べるの。今横で見てたわよ。 HID0 NNA、出てきました、私。出てきた。あ、そう、私のそれツイッター。あら、ね、DM してね。あ、いやー、いいわよ、DM して。触り方がすごい優しい。ね、DM してね、連絡してるか。お腹いっぱいになりました。私もお勘定します。はい、お願いします。ありました。私、あの、私普段綺麗でしょ。踊ってらっしゃるんですか。あ、そう、踊ってますよ。おい、綺麗だし、なんだ話して。ね、だ、ね、そんな感じがする、ね、はい、どうも。はい、あ、消そう。お願いします。業者の方は、え、業者お願いします。後藤です。はい、後藤です。はい、いいのよ、私そんな見なくて。じっとな、好きになるの、私のこと。どんな方なのか。好きになるでしょ。あ、チューする、はい、チューする。営業中なんで。いいわよ、別にそんなもん。結婚されてるの。僕ですか。独身です。もういくつですか。38です。あ、今年。今年8です。9。いつ8になりました。あ、どうも。いつ8になったんですか。あ、まだ なるんですね、これから。はい、どうも。だ、僕37になったばっかりです。そうなの、はい、あの、私いくつに見えます。同世代くらいですか。いくつに見えます。でも反応さ、38くらいですか。私、そう、あ、38です。今のでも38、元気ですよね。元気ですよね、はい、若々しいですよね、はい、まだね、はい、私たち。よろしくお願いします。負けてらんないわね、はい、頑張っていきましょう、はい、DM してね。ね、DM して、あ、ごさまでした、はい、よいしょ。あ、ごめんなさい、コートが後ろに。ごめんなさいね、ほんと。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。ありがとうございます。
どうも。すいません、なんかお邪魔しました。またお願いします。ありがとうございます、わざわざ。どうも。すごい格好、私。どうも。ありがとうございます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。どうも、どうも。なんか鼻水が詰まったね、鼻くそが詰まったわ、鼻くそが。いやーよかったわね、皆さん、お店の雰囲気がさ、よかったのよ、本当ね。でもまあ金額はね、皆さん結構な金額言ったんだけどね、いくらでしょう。まあでも、いやでもあんなもんかな、やっぱね。いや、あんなもんだと思うわね、え、皆さん当ててみて、いくらか。薩摩って店、多分ね、深夜料金も多分全部ついてだと思うよ。タックスも全部なんかついてじゃないの、金額は。うん、ねえね、いや、領収書見せてあげるけど、皆さんね、そうそう、9120円。まあでもそんなもんよね、うんね、9120円。そう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 ね、うん、お茶と、でもお肉でも食べたもんね、お肉を。塩タンと、あ、何何て、牛タン、上タン、上タン、カルビとね、あとハラミとホルモンと、あとご飯3杯おかわりしたもんね。うん、いや値段はね、結構1000円からだいたい1500-1600円ぐらいかな。そうそうそうね、大体一人前でね。うん、いやでもあなた、いやでもあんた、そう思ったらさ、さっきの叙々苑とかすごかったじゃん。見た、叙々苑とか4000円とか5000円だったじゃん、一人前のやつ。あっちね、あっち何なの、金額7000円とかあったでしょ、あれね。えでも一人前で、でも1000円ぐらいだったら、結構そこら辺のお店でも、普通の店でも結構あるよね。いや本当、いやあると思うよ、普通にね。そう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 ね、まあそんなもんかなって感じ、ちょっとね。でなんかね、もう私ね、以前まですっごい食べ放題が好きだったのよ。もう食べ放題しか行かなかったんだけどね、え最近ああいう店もいいなと思っちゃうわ。わかる、ちょっとのあれで満足みたいな、もうね、いいもの食べて満足みたいな、もうね、年かしら、うん、ね、年かしら、うん、うん、ね、そうそう、ちょっと食べてみたいな、うん、あ、値上がりしたのあれで。私人生で一回だけ行ったことあるの、叙々苑ね。うん、うちの母とね、一緒に行きたいって言ってさ、3万か4万取られたわ、少ししか食べてないのに。ねえ、びっくりしたわ、ほんと、みたいな。うん、いや私は量が好きなんだけど、質よりかはね。ただ最近は、いや今日のお店でもそうだけど、少し食べたらなんかすごく満足しちゃったしね、私。うんね、ああいうのでいいのかなみたいな。そうそうそうね、うん、あー疲れた、皆さんまだ歩くのこれ、どんだけ歩くのこれ、私、皆さん、いや、あー
そう配信ね。いやでもねお店に あの電話あったでしょ。いやああいうのが多分あると多分またもう配信多分できなくなるんだろうねきっと。そうそうそう電話が鳴っててね、出た瞬間プツって切れたって言ってさ言ってたのよ。そう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 ね。ねえ、そうそうああいうのがまた続くとね皆さんお店のね撮影も多分できなくなっちゃうのよそのうちまた。ねえそうなのよ。そうそう電話の人電話の方の人やっぱ信用しちゃうからねお店の方もね。アビラクちゃんありがとうございます。林知らない人はね、びっくりしたって、ダンサー、危ない、ちょっと待って、危ない、ダンサー、大丈夫、ダンサー、びっくりした、本当、昔撮影しやすかったのって、そりゃそうよ、昔は結構、だってコンビニとかでも撮影、まあ、やっちゃいけないとは思ったんだけど、でも結構普通にね、スーパーだろうがなんだろうが。パチンコ店だろうが何だろうがねやっぱ撮影できたよね。まあ今みたいに全然ほら厳しくもなかったし。そうそうそうねえ、ねえそうだよね。今どこもかしこも厳しいやっぱね。そうそう上半身でも大丈夫だったしみたいな。そうそう上半身もねできたしふわっちは特にね。そうよ赤羽に何配信 OK な小さな個人バーがあるから何あそうあらあらそれはありがたいねまた行きたいねねえそういうところでも藤見ちゃんとか一緒に行きたいわね。ちょっと一人ちょっと入りづらいわね。何ここ何この店あ、やだ、何この店待って、何この店あら何この店ちょっと何今の店うんちょっと何この店、一体うんステーキ屋さんこれステーキ屋さんね、今のちょっと、そうそういいよ行かなくて価格も高くないしカジュアルバーだからと。だいたいおいくらなんですか、ね、あ地図ありがとうございます男性、ね、本当よ庶民なもんで、ね、そうそうそう皆さん本当よ。あ風船ありがとうございます。あインスタあった。あらもう早速乗ってんの。いやね本当そうそうお腹いっぱい皆さん。はあお腹いっぱいほらはあお腹いっぱいねえ楽しかったわね今日も皆さんねえ。あ匿名さんありがとう。あ800円ね。じゃあちょっとまた教えてもらおうかな場所ね本当。本当は六本木ヒルズねちょっとあそこ歩きたかったけどちょもう疲れちゃったもんねもう帰ろうもちょっとちょっと今日乾燥きつすぎるわね明日が早いもんでちょっともう帰るそう朝皆さんツルピンがね9時ぐらいに迎えに来るのよ。だからもう私帰んないとお家そう朝またお花見があるから皆さんね帰ってお化粧取って皆さん寝ないと。あちょうどいい時間じゃないね取られちゃうのよ50円これねそう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 
よいしょ。あ、地図ありがとう。あ、ホックありがとうございます。あ、匿名さんありがとう。あ、こちらこそありがとうございます。さあ、よし、私帰るよ。明日はね、夜はね、おパンチウサギでね、皆さん。ちょっとあの、今、おパンチウサギで、なんかやってんのよ。ね。おパンチウサギのなんかそういうメニューみたいなやつ、そこにちょっとね行こうかなみたいな、明日ね、そうそうそう、明日ねちょっとおパンチウサギのメイクしてね、うんね、行きますんで、皆さんね見てください。明日ね最終日なんで、予選の最終日なんでね、見てください。そうそう、おパンチウサギね、はい、お疲れ様でした皆さん。はーい、お疲れ様です。おやすみなさーい。はーい、またね。